こんにちは、ギャンブラーヒカルです。現在なんですけど、エキスパートルームボッコボコにやられて、ランキングポイントマイナス500万、800、600万近くやられてしまいました。そして、M ポイントすごい少ないんで、これはドーピングの必要があります。M ポイント買っていきましょう。1800あるんで、こちら300万ポイント買えば、まあなんとかね、エキスパートルームでやっていけるかなという気がするんで、もう仕方ないんでね、このダイヤモンド使って、M ポイント増やして、まあこれで負けたら、もう、超やばいんですが、何回目やったっけ、このエキスパートルームするの。まだ2回目 ?3 回目?全然、6回もできずに終わりそうでやばいんで、まあなんとか今回は勝ちたいということで頑張ってやっていきましょう。さあ、こちらのテーブルで遊んでいきます。総ハンド数1万3000で DIP24 で勝率14%。かなり高い、かなり硬いプレイヤー。参加ハンド絞って、てるプレイヤーだと思われます。前回なんかハンドめちゃくちゃ悪かったんよな。なんで今回なんかいいハンド来てくれることを期待したい。さあ、全体的にそんなすごい上手なプレイヤー、まあ、参加ハンドとかランクを見てるだけなんですが、そんなにすごいプレイヤーがいるっていうわけでもなさそうなんで、ここは安心してプレイすることができるか。このプレイヤーでもプロフェッショナルクイーンです。これは微妙なんでチェックしていきます。2人もね、コールがいるとちょっと厳しいです。さあ、これは参加していきましょう。3ベット打たれちゃいました。ここはちょっと様子見でいきます。まだこのプレイヤーがどれぐらい3ベットを打ってくるのかが分かりません。なんで無理をせずにいきましょう。結構アグレッシブでブラフも打ってくるプレイヤーかな。まあ、参加率が58%なんで、かなりアグレッシブだと言えます。ここら辺も参加率が高いんで、積極的に3ベットを打っていきたい。50%、45%ですね。2人ともかなりアグレッシブです。さあ、新しいプレイヤー来ました。1000万持ってるんで、このプレイヤーは強いかもしれんな。しかも、総ハンド数3万超えてます。レジェンドクイーンか。うわ、前回レジェンドクイーンで、レジェンドクイーンか。これのプレイヤーはちょっと強そうです。さあ、ワンペア揃いましたが、まあまあ、そこまで強いわけでもなく、このままショーダウンに進めればいいかなというハンドです。相手がベットしてきたら、一回ぐらいはコールするかと思ったけど、ここでもコールされてるんで、まあワンペア揃ってるけど諦めましょう。さあ、3分の1の小さめベッドを打ちましたが、
クイーンか。トップペア一応完成させても、こちらもトップペア完成させてました。おっと、コットベッド、かなり気合の入ったベッドです。さあ、お互い対して強いハンドが、役ができてないのか、チェックで進めます。まあ、できててもワンペアというところでしょうか。エース。エースハイカードでこちらが9ということで、なかなかまあ確かに、ベッド、レーズしづらいお互いにハンドでした。さあ、リンクインで、五十嵐さん、じゃあ、56さんが攻めます。まあ、参加率かなり高いです。とりあえず、リンクで入ろうかっていうタイプか。あっさりと、フォールドしました。ベッド額小さかったけどな。まあ、リンプまだするんでしょうか。ここはしっかりと3ベッドを打っていきましょう。3ベッドは2万4000で24万でいきましょう。24万じゃなくて、ここはかなり大きく打っていきます。34でいきましょう。それで1人ぐらいがコールしてくれると嬉しい。結構残ったな。みんなコールするんやな。そしてラッキー。超ラッキー。なんでこんなところでストレートができるんか、超運がいいです。おー、ありがとう。コールしてくれてありがとう。さあ、これはさらに、ベットしていきます。まあ、コールして、このままオールイン行きましょう。マジか。フラッシュないよなー。フラッシュやめてやー。マジで、でもフラッシュだけやったら、ここで諦めるやろ。フルハウス。なんでやねー。マジか。こんなとこでフルハウス出るか。結局、ボッコボコに負けて終了ということになりました。いやー、俺めっちゃ運悪いわーって思ったけど、どうも俺のアクションが普通にダメだったみたいです。このフロップは K 弱点で、ここでレースベットするのはいいねんけど、ターンでキングが落ちました。このキングが落ちた時に、俺ベットしたやん。あのアクションは非常に良くなくて、チェックが94.9%でした。これぐらいキングっていうのは、この BB、俺のレーズした側にとっては良くないハンドのようです。で、まあ、実際どれぐらいこのキングが良くないのかっていうのを見てみると、このハイジャックのレンジ表を見ていきましょう。このように、EQ 勝率で見ると、結構勝率の高いものがあります。エースキング、違う。ここのキングジャックとか、
キングジャックだと、これもうフルハウスです。キングテンもフルハウス。ジャックジャックもフルハウス。テンテンもフルハウスということで、本当にフルハウス完成させてるハンドが意外とあることが分かりました。ナッツハンドを調べてみても、ターンの時点ではこのようにエースクイーンが一番ナッツのハンドでした。こう EQ で見てもエースクイーンはこの黄緑色。まあ黄緑色が一番エクイティじゃなくて、エクイティが高いということでナッツハンドやったよな。で、EQ グラフを見ても、まあビッグブラインド側が有利であり、まあ、一応なんとかナッツハンドも、あ、両方あるんかな。ナッツは同じか。ターンに K が出ることで、これナッツハンドが変わります。しかも、この K はやはりハイジャック側に有利みたいで、ここら辺の強いハンド、ビッグブラインドに比べて、ハイジャック側に強いハンドがたくさんできるようです。で、まあ、ハンドも見てみると、このように、キング、キング、キングジャック、これ全部キングテン、フルハウスが完成します。ここら辺も全部、フルハウスが完成するということで、ストレートがそこまで最強っていうわけではなくなっちゃいました。ほんまに出たらあかんハンドが出たなというところで、でもそれに気づけなかった俺にも責任があるということでね、今回やはり、ナッツが変わった時点で警戒してチェックしていかなあかんなっていうのは、今回の大きなミスだったなと思います。エクイティ、まあ勝率見てください。これ、フロップの時点で圧倒的に BB 側が有利だったんですけど、この K が出ることで、勝率変わります。BB 側が44%で、ハイジャック側が57.8%。やっぱ、いきなりそのカード1枚で、なんていうん、ゲームバランスが一気に変わるっていうことがあるんで、その点気をつけないといけないなっていうことを今回勉強しました。